皆さんどうも、こんにちは。 いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。今回はなぜ誰もやってない、どんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分だけやってほしいことと題して科学的根拠にしっかりと基づいて1日たった5分やるだけで人生が丸ごと激変してしまうほどのインパクトをもたらす最強の行動について世界一わかりやすく解説していきたいと思います。それでは早速 参りましょう本日のお品書きは次の通りです1限でどんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分だけやってほしいことについて2限ですべての言い訳をやめて毎日〇〇をやれば確実に人生は激変するについて解説していきますそれでは早速1限の どんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分だけやってほしいことについて解説していきます。それでは早速、まず一つ目にご紹介したい。どんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分やるべきことは、鋼の意志力を手に入れる心の筋トレであります。さて皆さん、肉体を鍛える筋トレが、 重要であるというお話はよく聞くので知っている方も多いでしょう。そこで今回は皆さんがあまり普段聞くことがないであろう心の筋トレをしようというお話をしていきたいと思うわけです。心の筋トレとは心理的な困難や感情的なストレスに対処する能力を高めるためのトレーニングを指しています。例えば最もわかりやすいのが何か不快なことを我慢するという心 心の筋トレです。不快なことを我慢することで得られる。心の筋トレの効果として、とても大きいものが、意志力が強くなるということが挙げられます。例えば皆さんが、夜寝る前に何かちょっと食べたいなぁと思ったとしましょう。そんなとき、いやいや、寝る前に何かを食べるのは健康に悪いし、太ってしまう。だから我慢しよう。これが、 不快なことを我慢する心の筋トレになります。そしてこのような小さな筋トレを繰り返していけば、あなたの意志力はどんどん強くなっていき、前は我慢するのに大きなエネルギーを必要としていたのに、繰り返していけばどんどん簡単に我慢できるようになるんです。また、 瞑想というのも、ある意味、不快なことを我慢することの一例だと思います。瞑想をするには、高い集中力が必要ですし、瞑想している最中に、気が散ってしまったとしても、再びまた瞑想に戻るという訓練が必要です。 このように集中できない自分、気が散ってしまう自分といった不快を我慢し、瞑想を繰り返すことによって、あなたは集中力が高まり、同時に意志力が高まります。あるいは多くの人にとって運動というのも不快なことかもしれません。 家から帰ってきて、ああ、今日は疲れたなと、ソファーにゆっくりと寝っ転がって、もう動きたくない、だらだらスマホでもいじっていたいという欲望を抑えつけて、なんとか体を起こしてウォーキングに行く。 あるいはジムに行く。このようなことを繰り返していけば、徐々にあなたの意志力は鍛えられていくわけです。そして私たちの人生において、意志力が強いというのは本当に大きなメリットをもたらします。意志力を鍛えることは、生活の様々な場面での判断とか行動にどんどんポジティブな影響を及ぼすことが多くの研究で示されています。例えば、意志力が強い人というのは、 健康になれます。なぜならば、意志力が強いと健康に悪い習慣や健康に悪い食べ物を排除できて、 健康的な食事をしたり、適度な運動を続けることが、普通の人よりも簡単になるからです。このような、健康に良いことを続けることで、健康状態はみるみる向上し、生活の質も圧倒的に高まることは間違いありません。また、意志力が強い人というのは、お金も貯まります。なぜならば、衝動買いとか、不要な出費を避けることができるからです。その他にも、 意志力が強ければ自分の感情をコントロールできるようになり、自分の感情に振り回されず、いつでも冷静な判断ができるようになったり、衝動的な発言や行動を抑えられるため、人間関係のトラブルも大きく減少するんです。 また、意志力が強いと人生において必ず現れる困難に立ち向かう能力も上がります。というわけで、ぜひこれを聞いている皆さんには小さな不快に耐えるという心の筋トレを日々コツコツと実践して強い意志力を手に入れていただきたいと思うわけです。 意志力というのは筋肉と同じように鍛えることが可能だと分かっています。ですが、普段意識して意志力を鍛えておかないと、すぐにジャンクフードを食べてしまったり、運動しようと思っても運動できなかったり、目の前の欲望にすぐに流され続ける人生になってしまいます。それでは、心の筋トレになる小さな不快には具体的にはどんなものがあるでしょうか 例えば、健康に悪い食べ物を我慢するという筋トレがあります。これまで食事の後は何かしらのデザートを毎回食べていたというのであれば、そのデザートをぐっと我慢するんです。寝る前にちょこっとお菓子を食べてしまっていたとか、寝る前にちょっと小腹が空いて何かを食べていたという人は、寝る前に何かを食べることをぐっと我慢するんです。 あるいは、これまで衝動いを良くしていたという人であれば、何か物が欲しくなったら、深呼吸をして我慢するんです。瞑想しようと思っても、なかなか続けられなかった人も、3分だけ我慢して瞑想を続けるんです。食後に血糖値を下げるために、 運動することが重要だと分かっていながら、なかなか運動できなかった人は、食後に2分間だけスクワットをするんです。このように、自分が何とか耐えることができる、小さな不快に耐え続けて、どんどん意志力を鍛えていっていただきたいと思います。あるいは、やめたいと思ったことを、何とかあと5分だけ続けるというのも、小さな不快に耐える素晴らしい方法であります。 例えば、あなたが何か仕事とか作業をしていて、ああ、疲れたなと、ちょっと休憩したいなぁと思ったら、あと5分だけ続けるんです。あるいは何か作業をしていて、スマホをチェックしたいなぁと思ったら、あと5分だけ目の前の作業を続けるんです。有酸素運動をして、ああ、もう汗ダクダクで疲れたなぁと思ったら、あと5分だけ続けるんです。また、 5分だけ何かを続けるという方法以外にも5分だけ何かを始めるという方法も有効でしょう。何もやる気が起きないなぁと思ったら、とりあえずやらなきゃいけないことを 5分だけ開始してみるんです。運動しなきゃいけないけど、めんどくさいなぁと思ったら、とりあえず5分だけ運動するんです。このように、日常生活の中に、小さな不快とか、小さな我慢は、山ほど存在しています。ぜひ、こういったものを見つけるたびに我慢して、自分は今、意志力を鍛えているんだ。今は確かに辛いが、これを積み重ねていけば、どんどん楽に我慢できるようになるんだと言い聞かせて、 辛いのは今だけなんだと言い聞かせて心の筋トレをし意志力を鍛え続けていただきたいと思います意志力さえ鍛えられれば本当にあなたの人生は大きく激変すること間違いなしでありますさてそれではここまでで一つ目の鋼の意志力を手に入れる心の筋トレについての解説を終わりにしますそれでは次2つ目どんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分やるべきこと食事がみるみる 激変すするる食事日記をつけるにつけにいいてて解説していきますさて、これを聞いている多くの人ができることであれば自分の人生を変えたい、ダメな自分を変えたい、幸せになりたいなどと日々思っているのではないでしょうか。そんな人にめちゃくちゃ強力な方法を一つ伝授したいと思います。それは食事日記をつけることです。 人生を変える。最もシンプルかつ強力な方法は、食事を変えることです。なぜならば、食事というものが、 私たちの全ての土台を作り上げているからです。あなたが理想的な人生を歩めるかどうか、幸せになれるかどうか、成功できるかどうかというのは、あなたの体調やパフォーマンス、頭の回転などにかかっています。そして、体調やパフォーマンス、頭の回転を決める最も大きな要素が食事なんです。だから食事を変えれば、人生は変わると断言できるわけです。 ですが、なかなか健康的な食事を取りましょうと言われても難しいと感じている人が多いでしょう。そんな人に最強の方法を提案します。それは食事日記をつけること。食事日記をつけることであなたの食生活はガラッと変わるでしょう。 よく、お金を貯めたければ、家計簿をつけなさいと、家計簿をつけて、無駄な支出を把握しなさいと言われますよね。それと全く同じなんです。食事を変えたいと思うのであれば、あなたが何を食べたのかを記録する必要があります。そしてこの記録するという行為には、非常に大きな効果があると、科学的にわかっています。実際、毎日何を食べたかを記録した方が、健康的な食事の量が が増えるということがわかっています食べたものを記録することであなたが摂取しているカロリーや食事内容を明確に認識することができて食べ過ぎや高カロリー食を避けることにつながるわけですまた当然のことながらどのような食品や栄養素を摂取しているのかを明確にすることによって不足している栄養素や過剰に摂りすぎているものを認識しそれを踏まえて効率的に食生活を改善 することがでできるでしょうちゃんと記録をつけていればああ自分にはタンパク質が明らかに不足しているなとか良質な脂質が不足しているということが一目瞭然でわかりますさらにああ自分は炭水化物に偏った食生活を送りがちなんだなとだからもっと炭水化物の量を減らさなきゃいけないといったことも一目瞭然でわかるでしょう 当たり前ですが、何かを改善したいと思うのであれば、客観的にまず現状を認識しなきゃいけません。そのための効率的な手段が記録することなんです。おそらく自分が何を食べていたのかを記録してみると、 いかに自分が不健康な食事をしていたのかということに痛いほど気づかされるはずです。自分は健康に気をつけている方だと思っていても意外と炭水化物ばっかり食べていたり変なジャンクフードなどを食べたりしていることに気がつけるはずなんです。記録の方法は実際に紙に書き出してもらってもいいですし記録用のアプリを使ってもらってもいいですし最近ではたくさんの食事管理アプリが出ている のののででそうういいったももを活用するのも良いでしょうお金を貯めたり節約するには家計簿をつけるのが最も効果的な方法として有名ですよねそれと同じで是非あなたの食事もガンガン記録し改善していきましょう それでは二つ目、食事がみるみる激変する、食事に気をつけるについての解説を終わりにします。それでは次三つ目、どんなに忙しくても、死ぬ気で毎日5分やるべきこと、人間の本能を満たす、グリーンエクササイズについて解説していきます。 さて皆さん、ちゃんと毎日グリーンエクササイズをしているでしょうか自然と触れ合っているでしょうか正直今、自然と全く触れていませんという人は、本当にもったいないことをしているんだという自覚を持ちましょう。自然には皆さんの想像を遥かに超えるレベルの圧倒的なパワーがあります。そのパワーを少し分けてもらうだけで、私たちは毎日を元気に過ごせ、健康的になれると いいうことが様々な研究によってわかっててかるんです自然に触れるというのは無料でできるセラピーのようなものです。本当に利用しないのはもったいないと思います。 というわけで、これを聞いてくださっている皆さんにはせめて毎日5分でいいのでグリーンエクササイズをしていただきたいと思います。グリーンエクササイズとは自然環境、特に緑豊かな場所で行う運動や活動を指します。最もわかりやすいのが公園で散歩をすることでしょう。または庭でガーデニングをすることでしょう。 あるいは、海や川が近くにあるよという人であれば、その周辺を散歩するというのも良いでしょう。まあね、難しいことをごちゃごちゃ考えなくとも、自然に触れる時間を作れば OK です。 現代人は自然から切り離されてコンクリートに囲まれた環境で過ごすというあまりにも異例な状況で過ごしています。私たちの祖先は非常に長い間自然と共に生きてきたので私たちには自然を愛する本能であるバイオフィリアが備わっています。 私たちは本能的に自然を求めているんです。だからこそ自然に触れることによって、その本能が満たされて、健康効果やメンタルの安定効果、炎症が減る効果など様々な効果が得られるんです。 特に、都市部での生活が増える中で、自然との接触の機会が減少している現代において、グリーンエクササイズは非常に価値のある活動で、貴重な時間を費やす価値のある活動です。皆さんも、自然の中で過ごせば、ストレスが解消されたり、心が穏やかになったり、心の底からパワーがみなぎってきたり、幸福度が上がるということは感覚的にわかっているはずです。そしてこのような効果は実際、 様々な研究によってて実証されているんです例えば、イギリス、エセックス大学のメタアナリシスによると、自然の中で体を動かすと、開始わずか5分で気持ちが前向きになり、自尊心が改善するということが明らかになっています。また、自然環境は、ストレスを大幅に軽減し、メンタルが安定するということもわかっています。特に今、都会に住んでいらっしゃる方は、様々な騒音や 喧騒に囲まれて暮らしていることでしょう。そんな中で、本当に心が疲れきってしまっている人も多いでしょう。なんとか、この疲れきった心を癒したいと考えている人はたくさんいるはずなんです。そんな時、本当の意味で私たちの心を癒してくれるのは自然なんです。ですから、特に都会に住んでいる人は、たまには都会の喧騒から離れて、山や海、川などに出かけてみるのが良いでしょう。 もちろん、そこまでしなくとも、いくら都会といったって、公園の一つや二つくらいはあるでしょうから、スマホの Google マップを見て、自分が住んでいる近くに公園がないかどうかをチェックしてほしいと思います。また これを聞いている人の中に毎日ストレスいっぱいでなかなか眠れないんですと睡眠のトラブルを抱えている人も多いことでしょう。そんな時こそ私たちは自然に頼るべきと言えます。自然に触れることによってストレスが軽減されリラックスできて自律神経が安定するため睡眠の質が高まるということが明らかになっているからです。さらに自然に触れるために外に出ることによって私たちは強制 的ににあるる程度の日光を浴びることにもなりますそして2 3 0分の日光浴は私たちの皮膚でビタミン D を生成し睡眠の質を高めてくれます他にも自然に触れることによって免疫力が高まるとか集中力が向上するとかメンタルが安定するとか自然のメリットを上げれば本当にキリがないほどです。 以上のように、グリーンエクササイズは心と体の健康を向上させるための効果的な方法として全人類にお勧めしたい強力な方法です。特に自然と切り離された現代社会での生活において自然との接触の機会を意識的に増やすことが疲れ切った私たちを救ってくれる奥の手と言えるでしょう。 また、どうしても身の周りに公園などの自然環境がないという人は、ぜひ、観葉植物をお部屋の中に散りばめてほしいと思います。観葉植物だって立派な自然ですから、とにかく自然に触れる機会を増やすという意味で、観葉植物を部屋に散りばめるのは素晴らしい方法なんです。 観葉植物によってもストレスが軽減され集中力や注意力が向上し生産性も向上することが分かっているので特に家で仕事をしているなんていう人は観葉植物を置くのがおすすめです。また 観葉植物は空気を浄化してくれたり、湿度を調節してくれたりと素晴らしい効果もあるので、ぜひ見るだけで癒されるような自分好みの見た目の観葉植物を部屋に置いてほしいと思います。 特におすすめなのは寝室に置くことです。私たちが寝ている間、部屋の中では二酸化炭素の濃度が高まっています。そして、二酸化炭素の濃度が高まっている部屋では、睡眠の質が低下してしまうことが明らかになっています。ですが、そこに観葉植物を置けば、観葉植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を放出してくれますから、二酸化炭素濃度が下がります。その結果、睡眠の質が高まると というわけですまた自然の画像や自然の動画を見るだけでも効果があることが分かっていますからぜひ休憩時間などに YouTube で大自然の動画を見るというのもおすすめになります。 それでは、この辺で一言の内容をまとめておきましょう。一言では、どんなに忙しくても、死ぬ気で毎日5分だけやってほしいことを3つ紹介しました。1つ目は、鋼の意志力を手に入れる心の筋トレ。2つ目は、食事がみるみる激変する食事に気をつける。3、人間の本能を満たすグリーンエクササイズでした。 それでは次2限で全ての言い訳をやめて毎日〇〇をやれば確実に人生は激変するということを解説していきたいと思います。さて1限に引き続いて2限でも1日5分やって人生を激変させる方法をどんどん紹介していきたいと思います。 まず一つ目に紹介したい。どんなに忙しくても、死ぬ気で毎日5分やるべきことは、世界一効率がいい脅威の運動法、ヒットであります。さて、お次に皆さんに心からお勧めしたい毎日5分だけやってほしいのは、ヒットという最強の運動法になります。 私のチャンネルでは何度も運動することの重要性を強調しています。どんなに忙しくとも運動の時間だけは何とか絞り出して確保してほしいと。 皆さんにお伝えしたいところですが、なかなか現実問題、毎日運動時間をきっちり確保できている人は少ないのかもしれません。そこで忙しい方には、このヒットという方法がめちゃくちゃおすすめになります。せめてこのヒットだけはやっていただきたいと個人的に強く思っています。どんなに忙しくとも、1日4分で終了するため、どんなに忙しく時間がない人でもできるはずなんです。 ヒットとはハイインテンシティインターバルトレーニングの略で、日本語では高強度インターバルトレーニングと訳されます。これは高強度のエクササイズを短時間だけ行って、その後に低強度のエクササイズとか休憩を挟むというパターンを繰り返す特殊な運動法になります。もっと具体的に言うと、ヒットは20秒の運動、10秒の休憩、これを8セットで 一回が基本となります。高負荷の運動を20秒行ったら10秒の休憩をとり、次の運動に移るということを8回繰り返します。合計4分ですが、やってみればわかりますが、かなりしんどいです。そして、ヒットで行う運動については、様々な種類があります。例えば、高速スクワット、高速バーピー、短距離ダッシュ、トレッドミル、 エアロバイクなど、実に様々な種類があります。20秒の運動の部分で行う運動は、基本的には何でもよく、高速スクワットをやったっていいし、エアロバイクをオラーっとこいでもらってもいいし、短距離出しをしても OK です。20秒高速スクワットをして10秒休む。そして、20秒高速腕立てをして10秒休む。これを最大心拍数の7から8割を目安に、8セット行います。 はっきり言いますが、このヒットをやっているかいないかで、将来めちゃくちゃ大きな差がついてしまいます。健康投資の中でも、めちゃくちゃ効率の良い投資になるので、ぜひ始めてみてほしいです。 ヒットは現在、世界中の医師が注目している最強の運動法です。驚くべきはこのヒット。超短時間というメリットがあるだけでなく、有酸素運動と無酸素運動の両方の運動効果が得られる、一石二鳥の運動法でもあるんです。一般的に、有酸素運動と無酸素運動は別のメニューになるため、 両方バランスよくやるためにはどうしてもある程度の時間と根気が必要でした。 特に筋トレならまだしも、有酸素運動は時間がかかるからなぁと思って躊躇していた人も多いことでしょう。その点このヒットであれば、有酸素運動と無酸素運動、つまり脂肪燃焼効果と筋トレ効果を同時に達成できて、さらに個別のトレーニングよりも圧倒的に短い時間で済むんです。そしてヒットは、 運動生理学と心血管疾患予防の両方の観点から広く世界中で研究が行われていてヒットの効果に関するいくつかの科学的エビデンスがどんどん積み上がってきております。 例えば、心肺機能が向上したり、脂肪が減少し、体重が落ちたり、インスリン感受性が改善したり、心血管疾患のリスクが減少したり、短時間で長時間の運動と同じ効果が得られたり、細胞から若返り、アンチエイジングに効果的ということまで分かっています。特にヒットは、 他の運動に比べても若返り効果が高いということが分かっています。ですから、年を取りたくない、老化したくない、いつまでも若々しい肉体と精神を保ちたいと思っている人こそ、このヒットにチャレンジしてみることをお勧めいたします。ですが、 効果が高いだけに、しんどさもかなりあるので、運動習慣がないという人や、体調に不安があるという人は、決して無理はせず、十分注意しながら行ってほしいと思います。例えば、運動習慣がない初心者がスタートするのであれば、最初は、 8セット行うのではなく、1セットや2セット行うだけでも良いと思います。そして慣れてきたら、徐々にセット数を増やしていき、強度を上げていくという方法をとってみてほしいです。また、何かしらの体調不良を抱えている人は、医師やトレーナーに相談してから行うのが良いでしょう。 そして、ヒットの具体的なやり方については、YouTube で検索すれば、トレーナーなどがやり方を解説してくれている動画が今ではたくさん見つかるので、そういったものを視覚的に見て、参考にしていただくのが一番わかりやすいかなと思います。ぜひ、ヒット、やり方などで検索してみてほしいです。 それではここまでで一つ目の世界一効率がいい脅威の運動法、ヒットについての解説を終わりにします。それでは次二つ目。 どんなに忙しくても、死ぬ気で毎日5分やるべきこと、脳のプログラムを書き換える、ポジティブアファメーションについて解説していきます。さて、お次におすすめしたいのが、5分だけ、いやいや、あるいは1分でもいいから、毎日ポジティブアファメーションを行うということ。 さて、皆さんはポジティブアファメーションをご存知でしょうかポジティブアファメーションとは、ポジティブで幸せな感情や思考、態度を自分に植え付けて、ネガティブで役に立たない思考を排除することを目的とした短いフレーズを何度も繰り返すことであります。では、 ポジティブアファメーションの例を挙げてみましょう。例えば、次のようなものがあります。私は今日も健康で元気だ。私の体は健康で強い。私の努力は必ず報われる。私は最高の人生を手にできる。私のやっていることにはすべて意味と目的がある。私は人生に感謝し、自分の人生に満足している。私は自分自身の価値を理解している。 さてどうでしょうかこのような短いポジティブなフレーズを何度も繰り返すというのがポジティブアファメーションになります。これを聞いて、いやいや、そんなことをやったって何の意味があるんだよとか、なんだかちょっとうさんくさいですと、 思われた方もいるでしょう。しかし、このポジティブアファメーションは、トップアスリートやビジネスエリート、世界を牽引する起業家なども行っている方法です。このポジティブアファメーションは、多くの人を成功に導くとして、ここ最近、特に注目されているものになります。実際に、このアファメーションには、科学的な効果も認められております。 例えば、アファメーションを行うことで、自己効力感が高まり、自尊心が強化され、ネガティブな思考パターンが減ります。それによって、ストレス、不安、うつ病などの問題が軽減されるということが分かっています。例えば、2015年の研究によれば、 アファメーションは、ストレス反応を低下させ、身体的健康を改善し、認知的なパフォーマンスを向上させる可能性があると指摘されております。この研究では、アファメーションを行うことで、心理的ストレスと身体的ストレスの両方が優位に軽減されると結論付けられております。また、アファメーションを行うことで、ストレスに強くなるということもわかっています。また、 2011年に行われた別の研究では、健康的な行動を取りやすくするために、アファメーションを活用するということが推奨されています。この研究においては、アファメーションを行うことによって、質の良い食事を取るとか、定期的に運動するなどといった風に、より健康的な行動を選択する可能性が高まるということがわかっています。まあね。 私の努力は必ず報われるとか、私の人生は必ずうまくいく、自分には価値がある、自分の将来は明るいといったようなポジティブなフレーズを何度もつぶやいていると、まあより健康的な行動を選択する可能性が高まるんじゃないかというのはなんとなく想像できますよね。さらに中学生がこのアファメーションを行うことによって成績が上がったということも確かめられているので、 アファメーションを行うことによって仕事で成果が出やすくなったり目標を達成しやすくなったりすると考えられます。さらにポジティブアファメーションを行うことで幸福感が高まるということもわかっています。さてこのように数々の効果が科学的に認められているアファメーションですがそれでは一体なぜこのように つぶやく言葉によってプラスの効果が得られるのかというと、それはシンプルに言葉とか口癖というのは私たちにものすごく大きな影響を与えるからです。例えば私たちがいつも使っている言葉や口癖というのは自己認識と自己イメージに 大きな影響を与えるんです。例えば、私はいつもミスをするダメな人間だとか、私は何をやったってダメなんだという口癖をあなたが持っていると、それが自分自身を否定的に見る傾向を強めてしまうんです。逆に、自分に対するポジティブな口癖は、自尊心を高め、自己効力感を強化する働きがあります。さらに、ネガティブな口癖を持っていると、脳の中で、ネガティブな思考 パターンが強化されてしまいまいすこれは脳が繰り返し聞く言葉やフレーズに対して敏感に反応しそれを真実として受け入れる傾向があるためですあなたが使っている言葉を一番近くでよく聞いているのは他人ではなくてあなたの脳なんですまた 私たちの使う言葉は当然、行動にも大きな影響を与えます。そして私たちの感情にも大きな影響を与えます。このように考えてみれば、私たちの使う言葉や口癖は極めて重要だということがわかるでしょう。 そこで皆さんには言葉や口癖の力を借りて前に進んでいき人生を好転させるためにぜひともポジティブアファメーションを実行していただきたいんですポジティブアファメーションのやり方は超簡単で主語プラス現在形の動詞の形でありたい自分について定期的に声に出して繰り返すだけです自分の理想の人生とか自分が大切にしている目標などについて 主語プラス、現在形の動詞の形で短いフレーズを作るだけで OK です。例えば、私は今日も家族のために仕事を頑張るとか、私は理想の人生を実現するため、目の前のことを懸命にやるなどといったフレーズが考えられるでしょう。ぜひ、なりたい自分をイメージしながら。 このポジティブアファメーションを毎日5分、いや1分でもいいからやってみてほしいと思います。そしてできれば、このポジティブアファメーションは朝一に行うことをお勧めします。朝一に行うことによって不安やストレスが減って、 幸福感が増加し、一日を気持ちよくスタートさせることができるからです。ハル・エルロットさんが書かれた、人生を変えるモーニングメソッドという本の中でも、人生を確実に変える習慣として、朝一にアファメーションを行うことが推奨されていて、次のように書かれています。 あなたが囚われている思い込みはいつでも書き換えられる。僕たちは誰でも無意識のうちに思考や思い込みや行動をプログラミングされている。プログラミングの内容は他人から言われたこと、自分に言い聞かせていること、人生の経験など良いことも悪いことも含めた様々な影響の結果である。 最初から幸せな成功者になるようなプログラミングを持っている人もいるが、ほとんどの人は人生を困難にするプログラミングを持っている。だから意識的にプログラミングを変えないと潜在能力が押しつぶされ、恐れや不安や過去の縛りに従って生きる羽目になる。プログラミングはいつでも変更や改善が可能だ。アファメーションを使って、 どんな時も自信を持って行動し、成功する人間になれるようなプログラミングを始めよう。 さて、いかがでしょうか当たり前ですが、私たちが考えていること、つまり私たちの思考は、私たちの感情に影響を与え、感情は行動に影響を与えます。よく言われているように、失敗する、失敗するなどと頭の中で思っていれば、失敗する確率が現実に高くなってしまうんです。ですから、ポジティブアファメーションは、ネガティブな思考を遠ざけ、なりたい自分をはっきりと声に出して繰り返し することで自分自身をポジティブにプログラミングしていくんです朝一にこのポジティブアファメーションを行うことで不安やストレスを遠ざけ幸福感を高め理想の1日の素晴らしいスタートを切りましょうそれではここまでで2つ目の脳のプログラムを書き換えるポジティブアファメーションについての解説を終わりにしますそれでは次ラスト3つ目 どんなに忙しくても死ぬ気で毎日5分やるべきこと、ベッドに入る前の入眠瞑想について解説していきます。さて皆さん、うすうすわかっているように睡眠というのは私たちの人生において最も重要なものであると言っても過言ではありません。皆さんは今頭が働かないとか、感情のコントロールがうまくいかないとか、すぐに病気になってしまい体が弱いとか、 なんだか、毎日幸せや満足感を感じられないとか、痩せたいのに全然痩せられないといった様々な悩みを抱えていることでしょう。 こういった悩みをすべて一発で解決する方法が良質な睡眠をとることです。皆さんが思っている10倍ほど睡眠というのは人生において重要なことなんです。睡眠中に体はダメージを受けた細胞を修復し筋肉の成長や組織の成長を促進し私たちが日常の活動をする上でのベースを作ってくれます。 さらに眠ることで体の免疫システムが強化され病気や感染にかからない強い体が作られます風邪をひきやすい人というのはおそらく睡眠が足りておりませんさらには睡眠をしっかりとることで食欲を抑制するホルモンのバランスが整い食欲が適切にコントロールされ太りにくくなります おそらく、痩せたいと思って、様々な努力を続けているのになかなか痩せられないという人は、睡眠不足や睡眠の質が悪化している可能性があるので、そこを見直してみてほしいです。さらに当たり前ですが、睡眠不足だと私たちの感情はブレブレになり、常にイライラすることになって、毎日の生活の中で幸福感や満足感を得ることができません。 また、健康的に長生きする上で、睡眠をしっかりとることは必須条件となっています。このように睡眠というのは極めて重要なもので、おそらく皆さんも睡眠が重要だなんてすでにわかっているでしょう。 おそらく多くの人は睡眠の重要性は分かっているが、なかなか寝つけないんですとか、夜中途中で目が覚めてしまうんですという悩みを抱えているのではないでしょうか。ではその苦しい悩みを解決する素晴らしい方法を一つお伝えします。それは睡眠前の入眠瞑想を実行することです。 やり方は簡単。寝ようと思って、ベッドに入った時、5分間だけ瞑想するんです。こうすることによって、心を落ち着かせることができ、眠りにつくのが圧倒的に早くなり、睡眠の質が高まるということがわかっています。おそらく多くの人が、なかなか眠りにつけないのは、ベッドに入ってから、あれこれ余計なことを考えてしまうからではないでしょうか。 そこで寝る前の瞑想により頭の中を空っぽにすることで日常のストレスや心配事から解放されリフレッシュしながらサクッと眠りにつくことができるんです。 また、瞑想を習慣化していただければ、感情の起伏がなくなってきて、メンタルがとても安定するようになります。ですから、ベッドの中で何かをくよくよ悩んだり、将来のことを不安に思うことが減ってきて、速やかな入眠ができるようになります。ぜひ、騙されたと思って、寝る前に5分間だけ、 瞑想を実践してほしいです。おそらくすぐに多くの人が効果を実感できるはずですから、楽にその習慣を継続できるでしょう。それでは、二元の内容をまとめておきます。二限まとめ。二限では、どんなに忙しくても、死ぬ気で毎日5分やってほしいことを3つ紹介しました。1、世界一効率がいい脅威の運動法ヒット。 2脳のプログラムを書き換えるポジティブアファメーション3ベッドに入る前の入眠瞑想でした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました